じゃあ日本語で少しお話ししたいと思います。私は日本人を皆さん愛しています。日本人は神様の愛する子供だと知っています。そして私はその愛する日本人と共にいて、働き、愛してきて、たくさんを学んで感謝しています。そして、この福音が神様の福音であるということを知っています。皆さんが神様の、愛深い、あやふれる愛 を感じてほしいと思います。私はたくさんの愛をいただいて分かち合いたいと思います。そして日本人が見たら、あなたも愛しています。日本人だから愛してるけど、どうぞ宣教師も私が愛する日本人を見守ってください。よろしくお願いします。